皆さんこんにちは、報徳学院学習ブログのトシです。中学生の悩み第1回目、授業がつまらないと、先生の説明が分かりにくい、だから自分は成績が良くないんだと、こう思ってる人いませんか？確かにつまらない授業をする先生とかね、分かりづらい説明をする先生、この部分は先生が努力しなければいけないとこうは思いますが、成績が悪いのは実はあなた自身の問題です。あなたが分からないを分かるにするという、そういう努力をしなかった自分の責任なんですよね。例えば分からなかったら、直接先生に質問に行ってもいいですし、友達に教えてもらうとかね、塾の先生、それに質問するとか、参考書で調べる、こういうことをすればもっと分かるようになっていたはずです、成績を上げるのは自分自身の努力、そういう自覚を持って勉強すればきっとあなたの成績は良くなっていくはずです。たとえ授業がつまらなくても、先生の説明が分かりにくくても、成績を上げることはできます。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。